アヘン、芥川龍之介、クロード・フアレールの作品を初めて日本に紹介したのは多分堀口大学士であろう僕はもう67年前に三田文学のために同志の訳した狐館の話を覚えている狐館の話はもちろんフアレールの作品に染みているものは東洋のアヘンの煙である僕はこの頃矢矢目玄一氏の訳したやはりフアレールの静寂の外に及び もう一度、この煙に触れることになった。もっとも、この静寂の外に、は、かんばしいヘンの匂いの外にも、死人の匂いをもひょはせている。ポート・ボードレール兄弟紹介の像をつた死人の匂いをもひょはせている。おや、聞こえたぞ。いや、空耳だろう。己にはわからない。死人の土地から漏れてくるにしては、あんまり音が大きすぎる。一体、ここで、物のの割れる音なんかするわけがない。泥ための中で、 棺桶がくさめをする。一枚の板が揺らぶられる。頑丈な釘が打ち付けてあるのを恐ろしい音をさせてきしませる。これは、ポーのプレマチュア・ブリアルが大西洋の彼岸に、デンヘタイクタの反響の一つである。が、そんなことはどうでもよい。僕に、ちょっと面白く発ったのは、下に引用する一節である。ところで、すでに、 フランスの土地でアヘンを作らうとして、失敗を続けながら、さまざまに苦心した。東京から持ってきた消しの種子を死骸で超えた墓地に植えてみると思いの外に、成績がよくて、その特徴を発揮させることができた。今では、その毒汁で膨らんだ消し坊主を切りさえすれば、望み通りに、茶色の涙のようなものが、ボロボロとしたたり落ちてくる。アヘンに死人をそうはせるのは、フアレールの作品に始まったのではない。僕は、この後の万全という、ひ末す 第三水準1の86の11の右大戦艦筆記を読んでいるうちに、こういう俗伝は、シナ人の中に、もあったということを発見した。それは、道書の中に掲げた、家臣庵の話に出会ったからである。家臣庵は、何でも、権隆の末の領書生の一人だったということである。それがある夜の夢の中に大きい役所らしい家の前へ行った。家は、重門ずく王妃敵として、どこにも人影は見えない。 まさに、はい、はいは定本では、灰、灰はいの間、見わかに数人あり、一歩を要して陶器より来たり、この門の外に至る。それから、彼らは、どういう量見か、婦人の上下衣を脱つてしまった。婦人はまだ年少である。のみならず、死職もないケチではない。栄視家として裸立たす、恥じの情、ほとんど玉吹からず。清うたかは、直ちに進んで、彼らの無情を叱りつけた。何時やから、 何人ぞ、かん手ぶれを死するしかし、彼らは微笑したまま、こういう返答をしただけである。これなぞこととするに足らん。現、いまだ終わらず。門たちまち開く。数人あり。一京家をこぐしていず。一理文書をとつて、その後に随つて去る。衆すなわち、裸フを要して入る。かも、また随つて入る。 それから数門を過ぎて、一皇帝に至ると、男女数百を見る。あるいは立ち、あるいは座し、あるいは伏す。しかしてみんな裸にして住んでなし。道場に一貫座す。その前に一台死を床を設置く。竹を支配、大鉄股を取り、任意に、男夫を、旗つてそうないに股ちし、大石を用つてのを圧っす。高血輪理たり、下に受けたまわくるに、盆を持ってす。盆満つれば、 すなわち、京家中に、たすゆう、第三水準一の八十四の七十八、さす。これのごときもの十四字。京家大密。数人のをこうしていず。漢文書を反して一理に付し、与えに同じくいず。そこで、かが義の顔を見ると、これは、とうに、墓の下へは、ひつた昔の隣人の周達をである。かは、進んで、周の名を呼んだ。小指すんぞこれにあるか これやに久しく止まるかけや。早に、我に従っていでよ。シュウは驚いてカう言った。が、かは、さらに、お家中のものの何であるかを尋ねてみた。アヘン煙油なり。アヘンは、まだ、権竜の末には、今日のように流行しなかった。従ってかも、また、アヘンとは何者であるかを知らなかった。アヘン煙とは何者ぞ 彭根将兵備に久しく、人口過剰に苦しんでいる。よろしく大公の少女するあるべし。元来大公なる者は、スイカ型聖兵の災いにかぐるものはない。この公に、グルフ者は剣具ともに滅びてしまう。伏前下院の説も、おお、これに至りつて極まるものである。そこで、天帝は、初心の会議を召集し、特にアヘン煙公を始めることにした。アヘン煙公とは、世間のけしの花汁を借り、 遺伝して油となし、人の給食に任ずるものである。この煙を食ふものは甲虫にあり、この煙を食わざるものは甲虫にあらず。その人の自ら取るに任かせて、造物の婦人をとがめさせないのである。この子を割りて、もって人口過剰の数を少女すれば、すなわち、スイカ型な兵の諸公は、十の五六を減ずるであろう。けれども、この消しというものは、草花に属するものであり、古来世間には多いものである。 その股汁も淡薄であるから、意して油とすることはできない。故に、旧湯の主に明治、無限地獄中に、不中不幸ブレーニハルンチ諸罪の魂を選び、取ってこの間に六億し、高血を搾取して、地上三両柄室噴煙の神に添付し、この高血をして、消しの花根打ちに管気入らしめ、根寄りして、上は、放つとに達せしむれば、すなわち、その汁も、自然に固有にして、ひとたび遺伝を経れば、高色青黒しかたらん。ここころみにこれを知れ、 数十年の後、この煙殿下にあまねからん。かはさらに尋ねようとした。たちまちまた人あり。数十の男婦を借りていたる。むち作く鼻は,はだく。声を整うしてこごうす。かは聞いて目を覚ました。それから、この夢を人に語った,た。けれども、誰一人信ずるものはない。そのうちに、同行の中要ごろにいたり、アヘン煙は果たしてはやらしだした。もっとも、 かは、はそれよりも、前に、に個人の数には失っているしかし、かの夢の話はいまだに人の耳に残っている。そこで、その頃、誰からともなしにアヘン煙中死人の高血ありなどと口々に言いはやすようになった。墓地に植えた消しの花から絶好のアヘンが得られるというのは、フアレールの創造の生んだものであろうかそれとも、また上に掲げたシナの俗伝の生んだものであろうか 僕は、ももちちろんどちらとも断言する資格を持っていない。なただ、この続伝を生じたのも、あるいは恐れ美人の血の化して、不美人相となった話に根ざしているかと思うだけである。なお、最後に付け替えたいのは、アヘンの煙は、タバコのそれよりも、ことに、紙巻きや葉巻のそれよりも、東洋的好奇の強いことである。若しアヘンの煙の匂いに近い匂いを求めるとすれば、それは、人気のない墓地の隅に。 寺男か何かの吐き集めたしきみの葉を焚いている匂いであろう。従ってアヘンの煙の匂いは、清朝のシナ人はしばらくと言わず、僕ら現代の日本人にも墓、死人、死などと、幽連想をともひやすいものである。が、それ等の連想は、必死も、あの悪の花の色彩を帯びて、いるとは限っていない。僕は、この文章をそうしながら、むしろいつか読んだことのある青々のホックを思い出している。 初頭や柳あたりの墓の木区